あの旅屋金堂、ただものではない。身のこなし、目の配り方、忍者の匂いがある。忍者が、忍者を見ればいかに変装していても何がしかの勘は働く。ましてこの目撃者は津面忠蔵の下人、伊賀者黒阿弥である。甲賀者じゃな。そう見ると今宵の稼ぎは取りやめることにした。この路上で夜の明けるまで様子を見極めてみようと思ったのである。幸い大宮の向かいに旅籠があった。黒阿弥は急いで旅装を整え、四人を偽装して宿の路上に面した二階の部屋を取った。何のために甲賀者が京に出ているのか。しかしこれは黒阿弥にとって自問するまでもないことであった。当然彼自身の胸に響くものがある。黒阿弥一党の伊賀者の長領に対抗させるために今日の出征者が思いついた苦肉の策に相違なかろう。甲賀を敵に回せば厄介じゃな。黒阿弥は体の底から震えが伝わってくるのを自分の目でも分かった。恐怖である。しかし不自然な自制をしない。忍者は由来己の臆病心を本能のままに放置している。黒阿弥は昼夜障子を細めに開けて路上と大宮を観察しながら小刻みに震え続けた。一番鳥が鳴く刻限、未明までにまだ間があった。黒阿弥が見つめている大宮の大屋根に黒い影が走ったのである。影はそのまま向こう側に吸い込まれたが、黒阿弥の恐怖はさらに大きなものになった。あの忍者、尋常なものではあるまい。そういう予感が彼の恐怖の本能に正直な影を落とした。その旅籠に逗留していた黒阿弥が大宮に試食している男がどう見ても甲賀の真理道元であることに気づいたのは数日を経てからのことである。確かに道元のいかつい体つきには見覚えがあった。それに下人の顔も見た記憶がある。そう見極めると黒阿弥はそそくさと宿を引き払って宝光寺裏の伊勢屋壁井の離れも帰った。どうした。数日見なんだの。忠蔵はうっそりと軒先で爪を切りながら言った。相変わらずのんきなことでござるな。黒阿弥もまた飽きもせず五重徳さえ皮肉を言う。爪を切るのがそんなにのんきか。このあとひげも当たろうかと思うているが。ふん、女にでも会いに参らぬのか。悪いところを先代様に見られたわ。父はそんなに女好きであったのか。行く先々で女のためにしくじられて、この黒阿弥めはいかい苦労をし申した。案じるな。わしはお前の言うほど女好きではない。にやりと笑って、なんじゃその顔。忠蔵は黒阿弥の小さな目がいっぱいに見開いて、まだ恐怖がさりやらぬ面持ちを改めて眺めた。修造様、甲賀者の邪魔が入ったようじゃ。おそらく
奉行所が雇うたのであろう。棟梁は甲賀のマリでござるぞ。鋳造はたまった。結んだ口元に微妙な緊張が走った。確かに道元じゃな。違いござらん。黒網の歯が小さくなっている。恐れをこれほど正直に表現できる男も珍しい。畳みかけるように、表意ではござらぬぞ。表意ではない。言いながら鋳造はすでに一瞬の緊張から抜け出して、黒網の懸命な目つきを揶揄するように笑った。案ずることはあるまい。しかし当方も敵の動きだけは探らねばならぬ。意図と動きを探った上、裏を書いて行けばよい。さて、それだけでよいか。よくはない。道元は確かにうるさい。堀を作って切らねばなるまい。鋳造様に切れるかの。疑うではないか。声を出して笑って、なかなか人間というものは切りにくいものじゃ。おとぎ峠で10年も怠けて以来、息動く者に対して人並みに哀れみを覚えるようになった。腕が鈍ったとは思えぬが、心に凄まじさをしのうた。愚痴でござるな。正直なところ愚痴じゃ。それはそうと、道元を雇ったのが前田玄意であるとすれば、一策がある。黒網、いや伊勢屋壁は前田家にも出入りしておるのか。なかなか。しかし奉行の菓子ぐらいには取引がござる。今度の盗賊、あれは猿方の差しを受けておると、そっと噂を耳に入れてやれ。内部と申してもよく、関白の養子秀次と申してもよい。損害効き目があるかもしれぬ。それにしばらくこちらも何を潜めて様子を伺ってみる。鋳造が新しく京に入り込んだ甲賀者の棟梁が真に道元であると知った頃、ほとんど同じ頃に道元もまた伊賀者の棟梁がつづら鋳造であることを知った。伊賀に潜入した下人の報告を聞いて、おそらくそれと推理をしたのである。おとぎ峠に鋳造の祖父つづらを京大夫が建てたという暗室があったはずじゃが、そこにも行ってみたか。前に申した。しかし雨戸に釘を打ちつけて夏むぐらが枯れたまま濡れ縁までかぶさっていました。何よりの証拠じゃ。鋳造に相違ない。下杉次郎左衛門なればもはや老齢で新しくことは起こせないからな。とするとことが思うござるな。何かしら。つづら鋳造と申せば伊賀ではもはや随一と申してよい達人でござるし、わしから見ればわっぱじゃ。道元は襟元を広げた。荒毛の密生した胸の皮膚が少し赤くなっている。立てた右膝の前に徳利を輪立させながら、それにしても幕関西様の囲碁と申すおなごほう。哀れましたが、下人は道元の杯に酌をしながら言った。堺へ行ってな、いろいろ探ってみたところ
今日の小松谷の寮に住もうとおると分かって早速忍び込んで一目会うた。言葉を交わされましたか。わしは会うても先方は気づかなんだ。よう眠っておったでの。たっぷり実った。うまそうな女子じゃ。悪さをなされたのではありますまいの。いずれせねばなるまい。しかし、初対面で向こうも眠っておるのに、妙な振る舞いに出ては、道元の名に恥じる。甲賀一号の九州の姫君でござるぞ。情けを交わせば、ただの女子と男じゃ。堅苦しいを考えることはあるまい。そのままお引き下がりなされたか。甲賀分だけは置いてきた。甲賀分とは手紙ではない、特殊な書体の文字である。甲賀忍者が仲間が仕事をしている他郷で別の仕事をするとき、新たに当地へ来たという挨拶の印に文字を刷った小さな紙札を忍者の住まいの柱の陰などに貼っておく。梵字はただ一字で、忍者によって常用する文字が違うから誰が来たということがわかるわけである。道元が小萩を幕関西の子、もしくは今井早急の養女として扱わずに、甲賀者の仲間として挨拶を入れたところに、この男の心理があった。まつげが長うてな。道元はまだとぼけたような口調で小萩の魅力について語っている。黒い髪が枕から流れて畳にこぼれておる風情はへも言われなんだぞ。下人の手前冗談を言いながらも、道元の目は奥深く光って、この男の心は決して今口から出ている字柄を考えているのではないことを厳しく物語っていた。道元の脳裏にあるのは小萩の黒髪ではなく、つづら鋳造という伊賀者の黒々した映像であったのである。伊賀者の当日は不気味じゃ。まして鋳造は忍びよりもむしろ当日に長けていると聞く。果たしてどれほどのものか。わしより優れていると見れば顔を合わさぬが勝ちじゃ。落ちると分かれば押しかけてでも片割りする。いずれにしてもこれは甲賀と伊賀の技比べになったようなものじゃ。